始めるよ。起立。礼。お家で朝の会。学級委員のちびつぶりだよ。プリンだよ。ビバビバばあさんじゃ。お家で朝の会は県内の小学生のみんなと一緒に作る番組じゃ。テレビとインターネットでお届けするよ。この番組を見て元気に一日を始めようね。それではお家で朝の会の校長先生をお呼びするぞい。安野さん。はいはい、こちょこちょ先生の安野さんです。違うよ、校長先生だよ。ごめんごめん、ちびつぶり間違えてしまったわ。校長のギャストンさんです。早速まず朝の会でやりたいのはすっきり目覚める頭の体操。滋賀の早口言葉をやりたいねん。例えばな、大辻木戸の早口言葉。木戸で木戸ったら金堂ドキドキ、木戸で木戸ったら金堂ドキドキ、ドキ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 、むちゃくちゃやってしまった。でもなんかいい感じやろ。頭が起きたら次は体をほぐせる滋賀らしい体操を準備してあるから楽しみにしておいてな。それからみんなにお願いしたことあるね。お家で過ごすみんなから元気やねーいう映像を集めたんよ。スマホで撮って送って楽しみにしてやるで。それからな、お家で過ごすみんなのお悩み相談。例えば弟とずっと一緒やから喧嘩してしまうんよとか、そんなお悩みどんどんお答えするね。みんな待っているで。あ、そや、異色の4コマおにぎり漫画も見てや。どうぞ。安野おっさんおにぎり食堂プレゼンツ、おにぎり漫画ふわふわやろう。ランちゃんの元気のバロメーター、ここ。卵黄醤油漬けのランちゃんは醤油の浸かり時間が元気のバロメーター。いやまだ2時間のランちゃん。1たす1は5。はあ、やる気起きないわ。はあ、疲れすぎたランちゃん。はあ、私なんて卵なのか醤油なのかわかんない暗いおにぎりですわ。やっぱり4時間が一番元気なランちゃんです。あかん、お腹減ってきた。次はお知らせアニメだよ。うつらない、うつさない、咳エチケットちびつぶり、咳するときは咳取りのタオルケットやで。それを言うなら咳エチケットじゃ。咳やくしゃみが出そうになったらティッシュやハンカチで鼻と口を覆うんじゃ。どうしてもなければ袖でもいいぞい。手で押さえると触ったドアノブなどからウイルスが広がるからしてはいかんぞい。わかったかの。はい。おうちで朝の会は小学生のみんなの投稿をお待ちしています。内容宛先はこちら。投稿は必ず保護者の方が行ってください。おうちで